2022年4月14日韓国ニュースです。BTS 防弾少年団の兵役免除ゴールデンタイムが到来した。軍入隊と同時に最低2年以上の空白期が避けられない下点で韓流グローバル領土拡張にも赤日が入ることができるという懸念も出ている。大衆文化芸術人に対する兵役免除の恩恵も必要下段共感帯が形成されている状況で、20代と30代の男性を中心に構成と常識にずれるという批判の声も大きくなっている。入江列車に乗れば完全体復帰いつ頃。14日、エンター業界と兵務庁などによると、別途の兵役法改正がない場合、BTS のジンは来年入隊しなければならない。1992年12月生まれのジンは文化大育観光部長官の入江演技推薦を受けて満30歳の今年まで入江が延期された状態だ。1993年から1997年生まれの残りのメンバーたちも順次軍服務を準備しなければならない。BTS の自由な活動を保障しようとする法に傾く政治圏の雰囲気とは異なり、大衆の視線はそれほど大きくない。兵役に誰より敏感な20代と30代男性を中心に個人の営利活動のために特権を与えるという批判が溢れている。芸能記事ではなく政治関連記事に BTS が言及されることに対するアーミーの反言も相当だ。メンバーたちは義務を履行するという立場を明らかにしたが、政治的に振り回されているという不満からだ。コンクールやオリンピック優勝など明確な基準を立てることも難しいという懸念も少なくない。BTS 兵役特例不満は最近、睡眠の上に現れているようだ。理工三強男性が主に活動する大型コミュニティでは兵役特例法に最も積極的な政府層国民の力議員に抗議文字メッセージを送るなど反発している。あるネチズンは国民の力政府衆議院に送ったメッセージで人口減少で兵役問題は深刻になっているが、答えは出さずに特権を適用すれば義務を履行する者たちがどんな感じか想像してみたかと批判した。彼らが兵役を履行することになると、BTS の活動を支障が避けられなくなる。ジンが先に入隊した後、年齢に応じてシュガーは93年生、RM、J-HOP 94年生、ビュ、自民95年生、政局97年生が30歳になる年に入隊することになれば、最低3人組以上でユニット活動を続けることができるが、完全体がなるまで7年ほどの時間がかかる。一度に同伴入隊すれば早ければ2025年に再び集まるかもしれないが、2年ほどの活動空白が避けられないため、廃部の株価は大幅に下落すると予想される。元野球選手であり、解説家ヤン・ジュンヒョク、53歳、が3回の飲酒運転で物議を醸した間、ジョンホ、35歳、選手の国内リーグ復帰に強く反対した。前科師範囲、ジェミョンが大統領という国が大韓民国だ。ヤン・ジュンヒョクはそのような前科4犯のイ・ジェミョンを支持した人間だ。イ・ジェミョンの前科には当然飲酒運転前科も含まれている。ランダースに選手活動をしているアキ・シンマモも米国で飲酒運転で摘発され、処罰を受けたと伝えられている。えらいこの人間大級よ。左舷先導隊長キム・ジェドンが、そしてそのようなキム・ジェドンを中央ステージに乗せたい、スンヨプが全て大級油だ。民主化の聖地が第9女光州女。バクバクに一度戦ってみてください。まあ犬のような声を上げている。おやすみなさい。そしてまた、マイホーム部時間利用区というやつは、お酒を犬のように打ち、タクシー騎士を暴行した疑いで起訴され、開かれた裁判で、私がお酒を犬のように打って飲んでよく考えられませんでした。先ところお願いしますと言ったという。ヤン・ジュンヒョクは12日、自身の YouTube チャンネルヤン・シン・ヤン・ジュンヒョクに載せた映像を通じてカン・ジョンホ選手が急務。ヒーローズに復帰するというニュースが聞こえた。これは冷水をかける行為と批判した。ジュンヒョクが再命じて用具をよく手に入れよう。そして、あなたもよくしてください。彼は過去11年間解説をしてきて、常に選手たちの方を聞いた。ところがカン・ジョンホ復帰だけは反対とし、この選手を復帰させれば他の選手も受けなければならない。誰になって誰にもならず、選択的に受け取るのは言わないと指摘した。続いて同じミスを3回したということはもう見ることができない。野球後輩だけがただ進んではいけない。ありえないことだとし、一度そのように出れば初めて選手生活をできなくするなど、確実な対策が必要だと強調した。ヤン・ジュンヒョクはまた、ホ・グヨン KBO 総裁が非常に苦悩に積もっているようだ。でも野球盤全体を考えていい決断を下してほしい。プロ野球が40周年になったが、今後進むのに障害物になってはならないと話した。先にカン・ジョンホは米国プロ野球メジャーリーグ、ピッツバーグ、パイリッツで活躍していた中、2016年12月、ソウル・江南、カンナム、モーチャーで飲酒運転をしてガードレールを吸う事故を起こした。当時、ホーソニーと運転者を変えるまで摘発され、裁判所から懲役8ヶ月に執行猶予2年を宣告された。ここに2009年と2011年の2回飲酒運転で罰金刑を宣告されても、これを隠した事実が苦しみながら非難洗礼を受けた。カン・ジョンホはこの事件以後、米国の就業ビザ取得を拒否された。2017シーズンを走らなかったまま2018シーズン終盤に難しく復帰したが、技量回復にも失敗して2019年8月ピッツバーグで放出された。その後、先月、彼の実情であるキウム・ヒーローズは、カン・ジョンホと2022シーズン選手契約締結事実を公開し、韓国野球委員会、KBO、にカン・ジョンホのランダムになる復帰承認を要請した。現在まで、
KBO は韓、ジョンホのランダム脱退解除の申請を承認していません。ホ、グヨン総裁は最近韓、ジョンホ問題をどのように処理するかという質問に考慮すべき事項が多く、審査実行中と慎重な立場を取った。恐怖死病乱動を画策するネズミのような群れがスマルスマルギア出ている。この雑体たちで会社に行って頑張って仕事やしろニードルの仕事をめちゃくちゃにして会社が滅びていくのになぜそれをもって道の端でジラルをするのかと。ニードル会社現代車や沖屋車社長たちに行ってジラルをやって会場に行ってジラルを落としこの雑鳥たち。なぜ厳しいところに来て騒ぎ踊り自粛迷惑をかけて寝ているのか。仕事がなくてやるべきことがなければ、家の中で焼酎を吸うか。それとも完全雇用を保障する豚の子がいる北朝鮮に行って就職をしていたのか。お前が犬のように仕事をして商品の質が落ちて競争力がなくなって消費者から選ばれなかったら、ドアを閉めてかに帰って指を吸いながら簡素樹や一本ずつからこの奴ら。なぜそれをユン、即夜が一見しているのかと一緒に茹でた正体カリア大統領府に行ってジラルをしていたのかこの雑鳥たち。ニードルは電気自動車ですでに全員になってきたニードル元気車工場同士でお互いいい車種をつかむと会話をつけたりして、道の端ではどうぞギア出てはいけない。現行車エンジン工場の労働者たちは気弱気に死ぬので韓国式に死ぬがどうせ1日総監に死ぬから知ってニードル会社の中で社長や会場握ってディルチダンか生産ライン掴んでディルチェゲセよ。だからこそ、ニードルが住んでいる。それができなければ、ニードル23年で全部維持される。全国民主労働組合総連盟民労総がユン、即夜大統領当選人の当選以後初の大規模集会を開き、反労働政策撤回とろう、祭りごと対話を要求した。警察は集会現場近隣を統制したが、衝突はなかった。民主労総は13日午後3時、ソウル小六層廟公園で集会を開き、これ以上の親財閥反労働政策暴走を止めなければならないとし、韓国社会の極端な不平等問題を解決し、経済危機、気候危機、産業大転換の時代をどのように傷つけるのか答えをしなさいと促した。ヤン・ギョンス民主労総委員長は労働者、民衆の人生は墜落し続けるが、彼らはひたすら資本のポケットを今を埋めるのに血眼になっている都市労働者に対してだけ敵対認識を持っているこの国の既得権政権に向けて民主労総は対戦するだろうと話した。警察はこの日午前から134部隊8500人余りのキャリアを動員し、ソウル光化角を中心に都心のあちこちを統制した。先だってソウル市は民主労総の集会に禁止通告を下したが、前日裁判所が京福宮前故宮歴史博物館道路で1時間299人だけ参加する条件で集会を許可した。午前10時頃からソウル光化門一帯通りには全国各地から上がってきた警察機動隊バスが増えた。靖国駅前など一部地域には車両検問所が設置され、交通が多少停滞した。徒歩にはケーブル帯で縛られた鉄製フェンスを立てた。民主労総は当初予定したところから少し離れたところで集会を開いた。民主労総は、政府が貿易を理由に民主労総の集会だけを妨げているとした。先に申告した60件余りの関連集会を警察が不許可だったということだ。社会を引き受けたヤン・ドンギ副委員長は昨週末、野球場に数万の市民が集まったが、民主労総の野外平和集会だけ不可とするこの行為は違憲で独裁とした。集会は午後1時30分頃、総廟公園で金属労組の決意大会で始まった。近くに集まっていた公共運輸労組、保健医療労組、全国公務員労組、全国教職員労組など産別労組組合員も旗を前にして続々と到着した。色とりどりのベストを着た労働者が公園の中の総廟の建物からセウン商店町の前の道路までいっぱい埋めた。警察は総廟公園の入り口を塞ぐために集会参加者が増えると、代わりに近隣道路を統制した。警察の放送車両では不法集会をしているからすぐに解散せよという案内放送が出た。集会に出席した労働者は、依然として労働権が深刻に侵害されていると訴えた。キム・ギョンハク韓国 GM 庄原非正規職司会士会長は、使用者側が最近交渉で一方的な提示案を通知して、意思通りにならないため、320人を超える下請け労働者を今月解雇しようとしているとした。景気道から上がって集会に参加した公共機関公務職労働者ファンウジはまだ公務職という理由で週末勤務を強要され昇進もないとし、新政府は労働差別を解消し、労働が尊重される世の中を作らなければならないと話した。集会参加者たちは物価暴騰を生きる最低賃金引き上げせよ、差別のない労働権で不平等体制打破しよう、非正規職の根本対策を国政課題に反映せよなどのスローガンを叫んだ。警察は厳正な捜査を予告した。ソウル警察庁は総廟公園と南寺井桁島公園でそれぞれ違法集会を強行した民主労総と全農所属主催者と主要参加者などを集会、デモ法と感染病予防法違反の疑いで厳正に捜査すると明らかにした。現代車や沖屋自動車など民主労総を射殺する電気自動車時代がついに来た。安くて質のいい外装電気車大挙登場する。新車種出るたびに値を上げる現行車の輸入車価格を上回っている。しかし、合理的な他国産電気自動車が元気車とたみ労総の息吹を切る日も早まると予想される。昨年、世界の自動車市場で電気自動車の販売量が初めてハイブリッド車両を超えた。13日、日本経新聞は市場調査会社のマークラインズを引用し、2021年電気自動車の新車販売台数が約460万台で調査されたと報道した。2020年と比較して 2.2 倍増加し、310万台にとどまったハイブリッド車両を初めて倒した。
日経は各国が電気自動車普及拡大のため補助金支給はもちろん、最大自動車市場である中国での高い成長率が全体販売量拡大につながったと分析した。中国自動車工業協会によると、昨年電気自動車の新車販売量は前年比に6倍上昇した291万台を記録した。政府が推進する普及政策とともに低価格車種が市場で人気を集めたことが分かった。上海 GM リングは2020年に500万ウォン前後で購入できる電気自動車を発売し、2021年に約42万台を売った。中国で1年販売される計2627万台の新車のうち、電気自動車の比重が初めて 10% を超えた。ドイツでは昨年34万台に達する電気自動車が売れた。2020年比 1.8 倍増加した。ハイブリッド車両より4倍大きい規模だ。比較的走行距離が長い車種を好む米国市場では、2021年に約80万台のハイブリッド車両が売れた。だが、電気自動車も前年比2倍多くの約49万台を記録して存在感を高めた。日経は最近、世界各国が環境に優しい政策を推進しながら電気自動車の普及に力を注いでいると見た。電気自動車が発売された新車のうち 50% 以上を占めるノルウェーは、車両購入時に付加価値税を免除する。中国も一定規模以上の完成車メーカーを対象に電気自動車をはじめとする環境に優しい車両生産を義務化した。欧州連合、EU、は2035年までガソリンとハイブリッド車の販売を事実上禁止する規制を提示した。米国カリフォルニア州は2018年、一定割合の生産を義務付けた車両からハイブリッド車両を除外した。アップルがテスラのように中央集中型運用体系 OS で運行される自立自動車を開発する。スマートフォンのように自立走行車のすべての機能を一つの OS で制御する方式だ。アップルが自立走行車アプリケーションプロセッサ AP を直接設計し、韓国部品協力会社が後工程の一部を引き受けることになった。アップルは、国内のコアアップルカーパートナーにおおよその集中型 OS 戦略開発方向を共有した。テスラ式自立走行カーアーキテクチャを採用する側にストランドをつかんだ。複数の電子制御装置 ECU を一つの脳の役割をする AP で統合的に管理する DCU 方式である。現在、グローバル自立走行車の中で DCU 方式を選んだのはテスラが唯一だ。この方式を選ぶと自動車部品ごとに異なるソフトウェアを統合して自動車電子制御装置 ECU の本数が減る。車両部品ごとに運用ソフトウェアがそれぞれ違った既存の完成車と対照される。集中型アーキテクチャはコンピューティングパワーが強力になり、複合的な自立走行機能を実現しやすくなる。複雑な演算処理やワイヤレスソフトウェアアップデート OTA、クラウドコンピューティングなどの IT 実装にも優れている。アップルは国内の一部シナ企業に自立走行センサ分野の DCU 開発を依頼したことが確認された。通常、DCU アーキテクチャ自立車は、インフォテインメント、モータ制御、センサーなど3つの分野に分けられ、DCU が設計される。センサーは DCU では、伝送用カメラ、レーダー、ライダーなどを統合管理する。韓国協力会社はセンサー分野の DCU 開発を担当することになった。アップルに開発依頼を受けた韓国部品企業は最近、高性能半導体の後工程装備を発注した。この企業が高性能半導体の後工程装備購入は今回が初めてだ。アップルカーは実務陣とかなり密接にコラボレーションすると伝えられた。アップルは自立自走り車 AP 開発にも飛び込むことが有力にまみえる。アップルが独自に設計した中央処理装置 CPU である M1 がモバイル、PC に続いて自立走行車専用に出てくるものとみられる。チップ生産は TSMC が担当する。アップルがテスラ方式を採用した背景は、テスラに対抗する競争力を一気に備えるためだ。業界ではアップルカーが発売されると、自立走行世界市場はテスラ対アップルカー構図になると観測している。アップルは独自の AP を設計し、統合型 OS を採用し、初の完成車発売作としてレベル3自立走行車を出す計画だ。アップルは2025年の発売を目指してアップルカーを開発している。部品業界関係者はアップルカー実務関連人材相当数が韓国に入国して国内協力会社と研究開発議論を続けているとし、テスラとアップルカーとも国内協力業界と密接な部品供給議論を続けていくなど韓国広報生態系波及地からこの相当だと話した。電気自動車がタミロージュを殺して代入り正時に 100% でタミロージュだけを殺せば、韓国は完全に左派から解放される。社会副首相兼教育部長官候補者に指名されたキム・インチョル、65歳、元韓国外国語大学総長は、外大から企画調整所長以後、総長まで主要補職を全部混乱させた。その後、2018年には韓国私立大学総長協議会会長を、2020年から韓国大学教育協議会会長を務めた。高等教育問題専門家という話だ。これまで一度も名前が取り上げられなかったキム候補者はこの日一重引用符びっくり抜擢一重引用符に続いた一重引用符強硬発言一重引用符でもう一度教育界を驚かせた。ユン・ソクヨル大統領当選者紹介で壇上に上がった金候補者は自立型私立校である自治校は機能維持または存続する次元の教育部努力がなければならないという考えがあるとし、現政府の自治校、外国廃止政策に反対するという意を明らかにした。続いて大学入試についても定時拡大は今後も持続しなければ温かいという意見を明らかにした。一言で現政府の政策基調を覆すという話だ。教育界の反応は交錯した。
これまでの経歴から見ると専門性が十分だと見た韓国教員団体総連合会は聴聞会場で初、中等教育正常化に寄与する高等教育イノベーションに対する哲学、ビジョンを明らかにしてほしいと要請した。反面、全国教職員労働組合は教育部長官の初めての一斉が自社庫維持と定時拡大とはひどいとし定時拡大を維持し、地域バランスの発展に努めるということも矛盾と批判した。聴聞会では、金候補者が外滞総長在任時の2020年会計不正の疑いで検察捜査を受けたのが障害物として作用するという展望も出ている。当時教育部は金候補者が業務推進費として出てきた法人カードを利用してゴルフ場利用料や食材などを教費で使用し、業務関連性に対する適切な証拠がないと業務上横領などで検察に告発した。事件を渡された検察は、起訴猶予処分した。起訴猶予は容疑が認められるが、犯行動機や状況などを考慮して起訴しない処分だ。一方、金候補者は教育部を通じて出した所管分でデジタル、AI など未来の有望分野をリードする創造的な人材に成長できるように教育体制の全面的転換を成し遂げていくと強調した。祖国前長官、ハン・ドンフン候補者をソーシャルネットワークサービスを通じて一住院養父狙撃一住院養父した。たわごとがたわごとを壊す祖国がどうしてそれを壊すか。ユン・ソクヨルを大統領にするのに大きなボールを築いた偉大な民族の太陽祖国様は韓国にあるワイフチョン・ギョンシム教授の奥原寺に温かさを捧げてほしい。祖国前法務部長官が13日初代法務部長官候補者に指名されたハン・ドンフン司法研修院副院長を SNS を通じて狙撃した。祖国前法務部長官はこの日、Facebook を通じて今もユン・ソクヨル、ハン・ドンフン、二人が政治的野心や変更のない公平無事な検査だったと主張する進歩人事または放送記者がいるだろうと明らかにした。この日、ユン・ソクヨル大統領当選者は初代法務部長官候補者としてハン・ドンフン検査長を指名した。これに、祖国前法務部長官がユン当選人とハン・ドンフン法務部長官候補者を同時に批判したと分析される。先立ってハン・ドンフン候補者は2019年8月、祖国前法務部長官の不正事件を捜査を指揮した。だが、2020年1月のチュミエ前法務部長官の検察人事で釜山高検次長検査に続き、非捜査部署である法務研修院研究員、司法研修院副院長に用された。ロシアのある教授がアジアがウクライナに関心がないというシグナルとし、ボロディミル・ゼレンスキー、ウクライナ大統領の画像演説当時、国会議員50人ほど参加した韓国の国会写真を共有した。アルトゥーン・ルキン、ウラジオストク極東連邦大学教授は12日、ボロディミール・ゼレンスキー、ウクライナ大統領の韓国国会演説写真を自身のツイッターにリツイートし、このように書いて日本は例外と話した。続いて韓国国会は最低出席者数を記録した。空席を見ろとしゼレンスキー大統領は韓国が国際社会の軍事的支援のおかげで生き残ることができたと述べた。助けを求めているが、多くの韓国政治家たちには聞こえないと指摘した。これに先立ち11日、ゼレンスキー大統領は韓国国会図書館地下講堂で約15分間映像演説をした。彼はウクライナがロシアの侵攻を受けた後、欧州連合を皮切りに23カ国で火傷演説をし、韓国は二重四国目となった。しかし演説の雰囲気はアメリカや日本とは全く違った。米国へ下院演説では、ナンシー・フェロー氏下院議長をはじめ、米国国会議員が講堂をいっぱいに満たし、演説の末に起立拍手が飛び出した。また先月23日にあった日本国会演説では、710人中衆院465人、参議院245人中500人余りが参加したと伝えられ、演説後起立拍手を送った。しかし韓国国会では議員300人中約60人だけが参加した。講堂のあちこちは空っぽで、スピーチの終わりの起立拍手もなかった。リヒカルザイ、イ・ギワンジェ、ソト等委員長は、議員の出席が低調なことに対して午後6時の約束があれば国会議員らのほとんど5時に出かけないかとし、産地等の代表と指導部が一堂に集まったことが重要だと解明した。一方、ルキン教授は去る10日にも韓国でロシア産キングクラップ価格が下がると人気が高まっているという記事を共有しながら一般的な韓国人に美味しいシーフードに近づくのが東ヨーロッパでの戦争よりはるかに重要だと書いた。政府が60歳以上の一般人に対するコロナ予防接種を始める中で、確認者も望む場合、3次と4次接種が可能にした。また、確定者でも1次2次接種は必ず完了してほしい。タイニーワクチンをたくさん残して腐ってゴミ箱にたくさん入るかニードルやたくさん打ってください。ムン、ジェインとキム、ジョンスク各咀嚼部屋ずつ与えて、チョン、ウンギョンがあなたは特にイチュンパルバンフィットしてほしい。政府は社会的距離調整案とポストオミクロン体系についてくる15日金曜日発表する計画だ。14日、政府は60歳以上の年齢に対する4次接種を実施する。この日から委託医療機関で当日接種することができる。4次接種事前予約は来る18日開始する。予約接種は25日からだ。4次接種は、ムルナワクチン接種が原則であるが、本人が望む場合、ノババックスワクチンに適合することができる。政府はすでに確定された人も3次と4次接種を受けることができる案内した。確認者は、隔離解除後に別の間隔なしで追加接種可能です。国内で60歳以上を対象としたコロナワクチンの4次接種が14日から始まる。変異ウイルスの拡散に伴い、先に世界諸国が4次接種に乗り出した。オミクロン、ステルスオミクロン、オミクロン組み換え変異など、
新しいコロナ変異ウイルスが引き続き登場し、一時ブースターショットの予防効果が時間の経過とともに落ちているという理由からだ。しかし、変異の続いた登場で現在使用中のワクチン効果に対する疑問が提起され、4次接種効果に対する研究資料が十分ではないという点で2次ブースターショット承認が時期尚早であるという指摘もある。一部は日常生活がファンデミック以前にある程度回復し、多くの人々が感染を介した免疫抗体が生じただけに追加接種が必要ないと主張する。追加接種を中断した国もある。今日も視聴していただきありがとうございます。購読とよろしくお願いします。